ミミとひなねえのエンタメ応援チャンネル。でしょうか。というか今もうマイクオンしますって言ってからもうガサゴソガサゴソなんかやっててもう本当、ね、笑いが止まらなくなるんで、やめてもらっていいですか。ごめんね、すいません、どうしません。もうおかしいわ。今日はさ、今日さ、はい、なんか遠藤寺商店があれだね、人通り多いね。そうなんですよ、なんか古本市みたいなやつですかね。ここ本町通りだけど、うん、向こうのあのそう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 、向こうの通りでね、やってました。人がちょっと今日多かったですね。でテレビカメラのクルーも来てたよ。来てました。来てない、あの、あの方来てましたよ。誰？川村さん。川村市長？川村、高橋さんでしたっけ。あ、ね、そう、あ、今度衆議院議員に選挙出られるね。あ、ほんと来てました。ほんと、はい、まあそれだけなんですけど、まあね、すいません。まあやっぱり今ね、はい、あの選挙活動しなきゃいけないですからね。はい、はい、では今日も乾杯してから。あ、そうだそうそう、はい、よいしょ。はい、僕ビールです。はい、私もビールですよ。あ、私ね、これファミリーマート限定らしいんですよ。何それ？モルト香るメルツェンっていうクラフトビールです。クラフトビール、はい。僕はね、どうしてもこの言葉が言いたくてこれにしました。カンパカパーンでって話ですけど。ででしょ。でちょっとそれは、はいはい、あの、蓋開けたらすぐ飲めるので。そうね、泡が出ちゃうから、うん、泡が出ちゃうからちょっと待ってくださいね。行きましょうか。じゃあ皆様、はい、あのご準備よろしいでしょうか。はい、いきますよ、皆様と一緒に、はい、蓋開けてください。はい、あ、あ、あ、どうやって開けるの、どうやって開けるの。あ、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 危ない、よかった。あ、来た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 、泡来たよ。はい、せーの、乾杯。あ、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 一口がでかいな、二人とも。でかい。あ、でもね、本当にメル、もうメルトだって、モルト香るって書いて、香りがいい。あ、そう。うん、美味しい。今度飲んでみようかな。うん、何？クラフトモルツ香るメルツェン。あ、アルコール度数は 5.5% って書いてますね。ファミマ限定です。ファミマですね。うん、これ安定のスーパードライ生ジョッキ缶です、うん。美味しいですよね。美味しいね。ミミちゃんうちこれなんでしょう。うん、家これで飲んでます。ね、はい。あ、そうそう、はい、X からの、そうですね、はい、どうもコメントお待ちしてますね。どんどんよろしくお願いいたします。お願いします。で続いて、でミミちゃんがいつも、はい、あのミミちゃん東京から来てますから、はい、はい、ミミちゃんを東京から来るための交通費をいつもご協力していただいている方々のご紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、鳥海様、はい、はい、二階堂様、はい、加藤達也様、はい、寺尾義直様、はい、はい、はい、いただきました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいね。増えましたね、お二人。はい、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。もっと皆さん、いいですよ。いくらでもお待ちしてます。本当によろしくお願いします。ミミちゃん、本当だから、指定で来ると22,000円。そうですね。22,000円ぐらいかかっちゃうね。うん、本当ありがとうございます。本当助かってます。助かっております。できればこちらに一泊宿泊できるぐらいいただけると嬉しいな。はい、ってことはもう1万円ってこと。あのね、それちょっと贅沢よ。贅沢ですね。頑張って日帰りで頑張ります。そうだよ、はい、ミミちゃん、そういえばあれだって舞台の稽古してるとかなんとか言ったら日帰りで帰らなきゃ無理でしょ。そうです。ね、そうです。今舞台の稽古中ですからね。そうです、ね。そうです、その通りでございます。すいません、わがまま言いました。はい、あ、そういえば、はい、あのね、以前、うん、あのパックの、はい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 、これ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 なんですよ。あの、はい、ダーマ、うん、リフトアップマスクっていうやつあるんリフトマスク、これ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 、アリディウム、これ、うん、アディディウム、うん、アデュデム、アデュデム、うん、これをね、うん、この番組を見ていただいて、うん、ご購入していただいた方がいたんです、いるんですよ。神々やないかい。そう、ご購入していただいた方がいらっしゃって、うん、その方が、はい、ここに書いてある箱の裏に書いてある通りに、うん、何やった、貼ろうと思ったら、うん、うまく貼れなかったんだって。そうなんです。あ、これね、でもね、うんうんうん、本当に確かにこの通りにやるとちょっと難しいんですよ、うん、で私ちょっとね、これよりもいいやり方を、あ、そう、この方がいいんじゃないかっていう、あ、そうなの、はい、もしこれを見てる方がいたらこの関係者の人いたらちょっとこっちの方がいいよって思っちゃうかもしれないですけど、そうね、そうですね、これ、うん、僕今日ノーメイクなんですけど、なんでそうかっていうと、今日僕が人体実験で人体実験悪いものじゃない、悪いものじゃない、いいものですからね、はい、じゃあミミちゃんちょっとこれ、はい、
ちらですね。お願いしますこれ、はいはい、こういうやつに、うん、首用と額用と、うん、この包用が2枚入ってるんですけど、うん、あとこのスプレーが入ってるんですね、はい、で本当はこのスプレーをシュッシュッとした後に貼って、うん、表面のビニールをピッと取ってまたスプレーするとそれが馴染むっていう、うんうん、いいですか開けちゃっていいですよやるなるんですけど、これをね先にシュッてやっちゃうともうすぐね溶けちゃうんですよ、その中あの貼ってで最後に溶けて染み込むはずの、そうそう、あのこのパックってさ普通の紙というか、はい、オブラートみたいな、そうなんです、あれなんだよね、これで溶けるやつでできてるんですね。ほうほう、なので先に例えば、はい、これもうこのシートがねもう取れちゃってるんですよね。あ、そっか、うん、結構スルンと取れちゃうんですよね、はあ、このシートをまずここにこう貼ってあるんですけど、うん、この白い部分がもう溶ける成分なんですよ、そのパックの、はい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 、なのでこれはダメなんです、要は、はい、溶かしちゃう、はい、でそれはどこに貼る、あ、そうかそうか、で、うん、それ鼻顔用、これおでこ、おでこ、はい、お願いします。ちょっとだから私はあんまりシュッシュしないで、はいはい、結構直接もう要はちょっと顔の油分を利用するのね、利用して貼って、はい、何僕できないんだけど人のやつって難しいな、あ、ほらほら、でこうやってね見て見て、白いのがこの後ろ、後ろね、あ、そっか、 それからこれを、はいはい、あ、最後にやる、いや最後にやりましょうか、じゃあね、おでことかもやっちゃってからでしょ、全部やっちゃいましょう、この最初透明のフィルムを剥がして、これほっぺ、はいはい、ほっぺね、この目元のここと、あ、そっか、熊のあたりかね、そうそうそう、ただこれがね綺麗にこのシートがね取れないんだよね、こういう感じね、そう、あ、こういうことね、そういうことね、で、はい、こっちも取るでしょ、透明のね、そうそうそう、でこっちにこうやって貼るでしょ、はい、これをね多分最初に化粧水をピッてやっちゃうともう先にこの白いのがねいきなり溶け始めちゃうから、はい、無理なんですよ、あ、そういうことね、はい、首もやっちゃっていいですか、首やってください、はい、もう最近シワがひどくて、はい、もうさ、あの60手前というかもうあと半年で60、首短いからさで、はい、上のシートだけを薄いね水色のシートがこうあの不織面みたいなのがついてそれを剥がします、はい、それでこれをはい目つぶってくださいこうやってやってほら見て見て見て、あ、そっち見て、そっち見てて、うんうん、ほら、皆さん溶けるの分かりますか、ほら、うーして、うーして、あい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 、ちょっと洋服についちゃったけど、いいよ、全然、はい、これで多分、全部、はい、あ、透明になった、はい、これで溶けるんですよ、溶けて、こう染み込むので、でこれがさ、はい、だいたい30分ぐらいとかそれぐらいすると、はい、完全に肌に馴染んじゃう、あの、ちょっとね、あの、ベタベタしますけど、うんうん、馴染んできます、私ね、結構ちょっと、あの、こうやって手がちょっとベタベタになっちゃうんですけど、うんうん、ちょっと私こうやって、その液自体をこうやって、そうか、この説明書だと、うん、あのビニールのカバーを取ったら、うん、直接まずこれを先にかけて濡らしてから貼ってくださいって言うけど、それしちゃうとこういう状態になって、そうそうそう、もうね破れちゃったり、うん、綺麗に取れなかったりするんだ、そう、そうなんですよ、だから私はいつもこの油分を、うん、あの少し残ってる状態で、あ、実際に自分の肌の油分を使うってことねこれ綺麗に貼れてる、僕も前回、はい、ミミちゃんに教えてもらってこれねやったら、はい、やっぱこのパターンだと綺麗にめくれるんで、ね、はい、自分でやって、今ミミちゃんにやってもらったんですけどね、あ、後で拾います、はい、そうなんです、はい、こうやってしていただくともうね、特に夜がおすすめですね、これ寝る前がいいんでしょ、そうですね、あの、はい、結構お化粧を女性する場合結構こう粘着というかちょっとペタ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 しちゃうので化粧がね、うんうん、結構やるまで時間かかっちゃうので夜やって朝は普通に洗顔して、まあ、別のパックするとかしてもらったらいいかもしれない、前回やったから朝起きて顔洗ったらとんでもないプルンプルンなってた、はい、やっぱそうですか、すごく夜やるのがおすすめです、あとさ、これ紙パックのさ、うん、あるじゃない、シートパックだとさ、はい、あの、ジュース飲んだり食べたりできないけどこれだとそうだ、これ貼った状態で、はい、ちょっと喉乾いたなってジュース飲めたりするもんね、はい、ね、これいいよね、はい、ただやっぱりね、うん、やっぱり貼ってるところが限られてるので、うんうん、そこだけやっぱり表面があの乾いてくるので、うん、
できれば私はこうちょっと伸ばしてあげた方がいいかなと思います。ああそうなんだ、うん、あとこのさ美容液がね一緒に入ってるの、うん、これ絶対余るもんね。余る。だからちょっと多めに振って、だから私こうやってちょっと、あそうなんだ、あの伸ばすんです。で、うん、これ さあのいいのはさ、もし余ってもさ、うん、あの美容導入液として使えるんでしょ。普通にお化粧水代わりに使えますし ね、 これね、おすすめです、はい、でこれちょうど放送終わる頃にといかにツルツルになってるかって皆さんまた後でこれツルツルになってなかったらどうするの、はい、これあの犬飼さんです、はい、あのご連絡いただいて犬飼さん、はい、こういう感じでやってみてください、はい、ぜひぜひ、はい、皆さんもねもしやってください、はい、というわけで、というわけで次の話題に行こうと思います、はい、もう次の話題はもう、はい、長いでしょ、ここから長いよ。もうわ私ともういなね大ファンの、はい、真田直樹くんの話題でございます、はい、もう先週のねかっこよかった、かっこよかった、うん、実は先週の金曜日、はい、10月の11日に、うん、真田直樹くんのコンサート、うん、浅草秋の宴を見に浅草公会堂に行ってまいりました。来ましたよ。ね、すごかったね。もうね、もう前の日からで、ね、ワクワクしてて、ね、ワクワクしちゃってね。興奮がね、はい、すごい。もうで聞いたらさ、チケットもすっ完売なのね。すっ完売。もうとんでもないぐらいすっ完売って。すっ完売。で満席でしたね。満席で、うん、満席でした。グッズ買うところの行列。うん、行列すごかった。あのロビーからずーっと階段上がって2階のロビーまでずーっとグッズのお客様、グッズの行列すごくて、ちょっと今回並べないねって感じでしたもんね、うん、時間がちょっとなくて。すごかったね、はい、すごかったですよ。で始まると1曲目からさ246で始まるから、はい、もううわー、そうなんですよ。もう1曲目で喉ガレ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 きた、ガラガラ、ガラガラ、喉ガラ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 って言ってガラガラ、喉ガラガラ、1曲目からすっごい燃えちゃって。そうですよね。ちょっと行ってきた、あの、はい、あの画像出してもらいましょう。かっこいいな、直樹くんの画像。そう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 、これですよ。ララもう、はい、かっこいい、かっこいい、この着流しかっこいいわね。何回見てもね、本当に直樹くんにさ、こういうさ、うん、昭和人気映画っぽいのとかさ、うん、そういう役をやってもらい、やってもらいたい ねやってもらいたい。将来は座長公演するんだろうな、するだろうな、出してもらえるかな私たち、ねえ、だってさ、これさ実はこの公演、うん、この衣装でこの感じで出てきたもんね、うん、そう、すごいよね。これで立ち回りやったんだよね。やったのよ、歌の感想。そう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 、ね、歌に合わせて。そう、直樹くんがさ、立ち回りってほとんど勉強したことないみたいだったね、うんうんうん、初めて言ったね、初めて、うん、でもさ、運動神経めちゃくちゃいいから、すごかったよね。すごかった。もう直樹くんがパン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 って早いのバチーンだってクッて決めたら、ギャー、また始まって3、4でバン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 バチーンってやったら、ギャーかっこいい、かっこいい、すごかった。力力力力、私たちも言ってましたし ね僕たちも言ったかっこいいっつって、あんなさ3手4手ごとに決めポーズがあってさ、その度にさ黄色い声援が上がる立ち回りって僕初めて見た。すごかった、うん、でもあの立ち回り、いなねえ出たかったんでしょ、本当は出たかったのよ、ね、ちょっと悪役の一番のこう、ね、ラスボスのとこね、ラスボスのとこがあって、そうで最後1対1になるのよ、うん、全員子分が3人とも全部切られちゃってさ、ね、うん、ラスボスがさ、ガッ、うわーっと立ち回りバン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 ってやって、最後切られる、切られるのバサーって切られて、うーってわってすぐ死んじゃうんだけどさ、僕あそこでさ、うん、やっぱりさ、うん、直樹くんに切られたんだから、うん、ズバーって切られたら、うわーってお客さんの向いて、うわかっか幸せって言ってくれた。死にたいわ、直樹くんに。そうか、直樹くんに切られたが幸せなのよ、死にたいわけですね。そうだから今度もし直樹くんが座長公演をやるようなことがあったら、うんうん、僕切られ役のラスボスで出てきてズバーンと切られて、あ幸せって言って死ぬとか袖に履けるみたいな、うん、そんな役よろしくお願いします、はいはい、私はどっちかっていうと、お姫様で、はい、もしくはマッシュ娘で、はい、助けてって言って逃げてくる役で、ね、どう見ても強いよっていう。そうそうだね2枚目じゃないからしょうがないね。でもあの立ち回りすごかったね。かっこよかったな。そしたらさ最後にさ、うん、この立ち回りをつけたメンバーはこの方々ですって来たらさ、うん、カムイの方々だったのよ。有名ですからね、カムイさんは。そう、海外でも有名な方の、うん、ね、あの立ち回り集団でね、そう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 、あれはかっこいい。直樹くんの立ち回りをまたさらにかっこよくしてもらってたよね、うん、よかったね。でさらにそこで、うんうん、
こうだ一緒。そううちの父の、うん、あのコンサートでは必ず座長公演のね、うん、津軽三味線を弾いていただいてる福井高大師匠がですね、もう立ち回りとかでさ、ベンベラ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 で直樹君の、あの歌のさ、うん、あの感想でもベンベラ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 、もうね、その歌ベンベラ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 ってすごい早鉢っていうの、早弾き、早弾き、そのなんかもう会場がうわってね、もう直樹君の立ち回りをもう数百倍に皆さんで盛り上げて、ほんと素敵なコンサートでした、ね、あんなに立ち回りうまいんだったらさ、うん、座長公演やってほしいよね。そのためにやっぱりね、うん、今年も紅白を狙っていかなきゃやっぱいけないので、あ、そうね、こうやって私たちはもう応援してるわけですよ。応援してますよ、もうもうね、直樹くんファンじゃなかった人も、はい、これだけ私たちがこんだけね時間を取って直樹くんのことやってたら、うんうん、気になるでしょ、うん、実はね、ミミちゃんちょっと見て、あのさ、うん、あの日ね、うん、ちょっと3時間ぐらい早めにちょっと浅草に行ってご飯食べてから、うん、浅草公会堂入ろうと思って、うんうん、3時間ぐらい前の早い地下鉄に、うん、銀座線で浅草線に乗ってたのよ、うん、そしたらさ、隣の隣ぐらいに座ってたさ、うんうん、あのとっても素敵なマダムからね、うん、あら、あっていうわけ、目があって目があって、うん、YouTube 見てます。私たちの、うん、あらま、あらま、うん、私、うん、今年の2月に、うん、真田直樹さん初めて見て、うん、ファンになって、うん、ファンクラブ入りましたと、うん、それで、うん、いつも僕たちの YouTube 見てくれてる、見ていただいてんのよ。いや嬉しいですね。嬉しいでしょ、これ毎回直樹くんやらなきゃダメですね。だって僕たち公認いただいてるから、そうですね、直樹君からね、はい、そうですよ、はい、あの応援チャンネルでやってくださいっていうことでやらせていただいてるんですけど、はい、今年はね、はい、それでね、はい、その方、うん、あの80歳だった。あら、ほう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 、ね、まあ、見た目80歳に見えないのよ、うんうん、綺麗な方で、うんうん、で、あのちょっと小綺麗な方でね、うん、聞いたらね、茅ヶ崎で美容院をもう50年経営されてる、うんうんほうほうほう、で何十年かぶりに直樹くんのコンサートが見たいからって、うん、浅草までお一人でいらっしゃって、あらまあ、そんだけ直樹くんにハマっちゃったんですね。ハマっちゃったのよ。で それでさ、うん、あの Google のさ、うん、地図をプリントアウトして経路がてん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 って持って行って、うん、私ちょっとあのどうやって行ったらあれなので、浅草もちょっとよくわからないし、うん、ちょっと頑張って、あ、一緒に行きましょうか、うん、浅草公会堂まで一緒に行きました。もう優しいなね。もうね、直樹くんのファンって聞いた瞬間に何でもしてあげたくなっちゃったんだ。まあ行くとこ一緒ですもんね。いや僕は本当はご飯食べにちょっと、はい、ちょっと行くんだけど、でも行くとこ一緒だから、はい、で送ってから、はい、ご飯食べに行ったんですけど、でもその方にすごい感謝されて、うんうん、で僕もね、そんな声かけていただくの嬉しいじゃない、うんうん、しかも地下鉄で、はい、もう直樹くんファンやっててよかったと思ってね。すごく良かったな。直樹くんかっこよかったな。衣装もかっこよかった。そうそう、衣装もかっこよかった。黒いスーツも似合ってたね。なんかケバケバの衣装だったね。そうそうそう、ケバケバの衣装。なんか羽が生えたような、なんかそうそう素材がね。素材がね。かっこよかったね。あの2回目のあのスーツもかっこよかった。白地に、はい、あのブルーでなんかこうバーッとペイントした感じの。あれかっこよかった。あれもかっこよかったですね。あれさ、うん、本当は真っ白なスーツに、そう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 、あのいわゆるデザイナーさんなのか、うん、衣装さんなのかが、うん、あのいわゆる ペンキみたいのでこうバーッと塗ってる感じの、ね、3ピースがね、うん、あれかっこよかった。この辺にさ、あのなんだっけ、てっぺんとか、うん、かけね、直樹とかいっぱい入ってて、うん、あれかっこよかったな、まあ、何を着ても似合う、直樹くんは細くてスラーっと四角がちっちゃい、そうだから私たちのね、周りに並ぶとね、本当、うん、私たちがね、逆に本当に大きく映るんですよ。でもね、この間ね、なんかね、YouTube だかなんかのコメントの時にね、うん、あの、言ってよ、ミミさんと稲姉が直樹くんとインタビューすると、うん、あの直樹くんがよりかっこよく見えるから、うん、ぜひどんどんインタビュー2人で3人並んでしてください。ちょっと。いつも楽しみにしています。ちょっとファンの人、コメント嬉しいけど、失礼じゃない？私、ね、女優なんですけど。そうだよね。僕だって俳優なんだからね。本当にどんどんそんなメッセージをいただきたいと思いますけどね。私たちはどっちかというと2枚目じゃないですから。はい。で、それでね、うん、あの開演前に。開演前にね、なんと直樹くんに会えたんですよ。そうですよ。その時ちょっと写真を撮らせていただいちゃったんですよ、ね。ちょっと見てみる？スリーショット写真。はい、どうぞ。ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと待ってくださいって。待っちゃうね。これこれこれよ。やだもう。二人ともちょっと顔緊張してる。ほんとドキドキしちゃってるから。直樹くんのあの左足見て、あら、ち
ってなってちょっと可愛い。可愛いんだよね。ああいうのがねできちゃうところが、うん、またかっこいいのよ。いいんだよね。うん、ね前に出ちゃってるから余計大きく見えちゃってるね。うん、そうね倍ぐらいあるよね顔がね。取る位置間違えたね。取る位置間違えた。僕はミミちゃんの向こう側に行けばよかった。そうするとみんな同じ顔の大きさぐらいになる。そうね。直樹くんから順番にね。そうね。そうそうそう。直樹くん一番ちっちゃいからね。そうそうそう。あこのさ、うん、ちょうどこのインタビューしてる一番最後終わった後にさ、うん、この衣装かこのパーカーか可愛いですねなんて言ったら、これ吉幾三さんからいただいたって言ってたね。うん、そうでしたっけ？よしさんが来て、いやよしさんが来てたんですって。うんうん、師匠それ可愛いですねって言ったら、おじゃあ着るかとか言って、着るよって来てて。ものすごく可愛いねこれ。可愛かった。私たちで隠れちゃってるのがなんかね、ごめんなさいね。そうね。直樹くんぐんと前に出さなきゃダメね今度からね。そうね。写真撮るときちょっと直樹くんまで僕は後ろ側に。直樹くん優しいからさ、こうしてくれるわけさ。前出て。そうそうそう。なんかこうしてくれちゃうからどうしても私に前に出ちゃうけど、今度私たちがこうして直樹くん前に出すっていうね。ちょっとこれ心がけましょうこのさ。直樹くんの手がさ、はいどうぞってこう手こうやってぶって背中に触ってくるじゃん。ちょっとドキドキする。どうでもいいですけど。どうでもいいか。どうでもいいけどまあ。の気持ちはどうでもいいよ。どうでもいいか。直樹くんは、うん、あの幸せそう。幸せね、あの本当にいい方だから。はい、これの時にさ、直樹くんがまたさ、うん、写真撮影はこう写真ね、うんうん、撮った後に直樹くんが、うん、あ動画撮らなくていいんですか。そうそうそうまた言ってくださったんですよ。ね。動画も撮っちゃったね。撮っちゃったね。うん。でもその模様はここでは流さないね。流さない。私たちの YouTube チャンネルで流そうと思ってますんで。なぜか知ってる？再生回数めちゃくちゃ回るの。いやらしいこと言うね本当にもう。でも本当なんだもん。直樹くんのファンの方がってさ、うん、すごいありがたいことに直樹くんが出てきてさ、うん、直樹くんが普段話さないようなことを僕たち話すじゃないですか、ね、もちろんそうね、ちょっとアナウンサーさんとかそういう人が話すとは違うから僕たち、うんうんうん、そういうのをね、そうね、僕たちがインタビューすると聞けるから嬉しいからどう、ね、見たいですっていつも何万回も回っちゃうんだよね、うん、ありがとうございます見ていただいてということで動画はそちらの方で近々頑張って、ねはい、編集して出しますのでよろしくお願いいたします、はい、ぜひそちらをご覧ください。さあとね、うん、それで、はい、ミミちゃん、うん、実はこの、うん、僕たちが見に行きました、うん、浅草公会堂、うん、浅草秋の宴、うん、コンサート、うん、これね CS でやるんですよ。おう衛星放送、衛星放送ちょっとガゼンペット出してもらっていいですか。ペットこれです。はい、じゃとりあえず先にちょっと詳細いっちゃいますか。詳細いきましょう。はい、はい、火曜ポップスチャンネルですね、はい、浅草、真田直樹に2024浅草、すいません、あのワイプ消してください。私読んでのばっちゃうんですいませんもうね、はい、そうです、いや逆ですね、はい、そうです、ありがとうございます、こちらでございます、はい、はい、火曜ポップスチャンネルの画像ですね、こちらね、大丈夫ですね、はい、真田直樹2024浅草秋の宴の模様を衛星放送でご覧になれます。 CS 放送329で329チャンネルですね、はい、火曜ポップチャンネル、ポップスチャンネル、はい、2024年12月21日土曜日17時からテレビ初の独占 放送決定でございます、はい、で引き続き同日放送18時30分からはアンコール放送、はい、真田直樹のマジ？これマジ？マジ？マジ演技？マジ演技？マジ演技どう？そうです、そうです。真田直樹はマジで言うのアドリブ系演技バラエティ。そうです、そうです、そうです。こういうの出してくれたらいいのね、私たちね。そうね、こういうの。シリアスからコミカルまで監督から与えられる様々な役柄をかっこよく演じきることができるのかということで。前回ね、これやったみたいなんですよ。うん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 、好評だから、もう一回。もう一回再放送しますって言って、この直樹くんの浅草秋の宴のその直後から。うん、終わったらこの今度前回の再放送が流れる。なるほど、楽しみですね。楽しみですよね。皆さんぜひね、はい、CS 見れる人はそうね、これなんかね、はい、下に書いてあるんだけど、うん、火曜ポッポスチャンネルはスカッパーから入ると一月目入会月は0円なので、うん、もし入ってらっしゃらない方が見るんだったら、はい、スカパーから見られた方がそうですね、ちょっとお得なのかもしれないですね。そういうことですね、はい、はい、ということなんです、はい、ではですね、はい、この後私がすごい楽しみにしてた話題ですね、はい、うん、これもまた直樹くんの話題なんですけど、はい、ちょっと僕なんでこういう顔してるんですか。実はですね、この11日の秋の宴の2日後、はい、13日になんと、はい、握手会、はい、じゃサイン会、ツーショット写真会か、うん、っていうのがあるという情報を聞きつけ、はい、私一人で初めてのいなねいないか初めてのお使いみたいな感じでとても緊張した感じで、はい、直樹くんに会いに行ってきました。いいな
行きたかったな。もうね、あの、一部から、あれ何部、5、6部まであったんですね、はいはい。で、私ちょっと用事があって、2部ぐらいしか、サイン会とツーショット撮影会みたいな感じで、CD を、その特別のそのイベント用の CD を買うと、うん、それが、入場券をいただけるってことですね、うん、っていうので行ってきましたよ。でまずは、サインをもらいに行った時の写真があるので、はい、見てください。超笑顔ですから、はい、あ、ちょっと待ってほしいって後ろがもう出して、もう私の笑顔の写真を出してほしい。僕たちね、うん、アドリブっぽい話ばっかりするから、うん、出すタイミングがね、ごめんね、もういつも打ち合わせしてんのに適当に言っちゃうからね。実はこう番組前いつも30分くらい打ち合わせするんだけど、うん、ついつい順番間違えて楽しい方優先したから喋っちゃう。これ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 、ほら見てさ。でね、初めてサイン会に行ったからね、うん、サインをしてもらうものを持っていかなきゃいけないのかなと思ったわけ、うん、はい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 、で行って、あの並んでるねファンの人いるじゃない、はい、で、あのほら知り合いの方がいらねえの知り合いでね、あのあ、ゆうゆうさんね、はい、ゆうさんお会いして、うん、私サイン会一人で行くの初めてなんですけど、なんか色紙とか自分で持ってこなきゃ、それとも CD ですかね、うん、CD とか買ったものは全部持ってきたんですけどって言ったら、ちゃんとこういうサイン用のやつがあるんで大丈夫ですって教えていただいて、それを出して、でワクワクしながら、はいはい、でこれね見て、はい、いつも直樹くん私のことを、はい、ミミさんへっていう、ミミさん、はいはいはい、ミミさんっていうでしょ、そうだね、あの師匠の娘だからね、はい、だけどミミちゃんって書いてもらったの、気づいた気づいた気づいた、あ、本当だミミちゃんって書いてある、うわ、名前を書いてもらえるって言って、その紙にね書くところがあって、はい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 、そうちゃんにしてもらったの。顔浮かれてんな、この顔浮かれてるでしょ、だいぶ浮かれてんのもう嬉しくて撮ってもらっちゃったもん、った後にこれ普通撮ってもらえないんじゃないの、うん、いや、これはもうあの外に出て普通にゆうゆうさんから撮ってもらった。ゆうゆうさん面白いよね、本当にこれが、うん、その最初に言ったその何だか忘れたけど言ったやつで、はい、サイン会、はい、でこの後にまた1時間後後に、はい、今度はツーショット写真会がありまして、ツーショットを撮ってきましたよ。見てほしい、私と直樹くんのツーショット、かわいいよ、直樹くんが、え、また出ないのね、うん、なんか不具合がいろいろ生じてるのね、大丈夫よ大丈夫よ、もうみんな待ち焦がれてるから、ね、私の笑顔の写真よりで直樹くん見たいからね、ファンの人、ね、来た来た来た、ほら何を可愛いこぶって、これ可愛いこぶっちゃったけど、手がでかくね、私びっくりしたの、顔がちっちゃいとも言えるけどね、うん、あの奥いい顔してるね、見て肩に手を抱いてもらって、あ、本当だ、あ、肩の素肌のとこ触ってくれてんじゃん、やだもうやだやだもうやだ頭おかしいんじゃないの、もう腹立つわ、もう自分だけ本当にもう超ウキウキだったから、わかる、だって顔に出てるもん直樹くんもいい顔してるね、でしょ、ね、すごいの、なんか浮かれ顔じゃん、やっぱり、そうで、これグレーのズボン履いてるじゃない、私、うんうんうん、だからサインもし書いてもらえなかったら、もうここに書いてもらおうと思ったぐらいだったの本当に、あ、色紙持ってきてないじゃん、サイン書いて持ってこなきゃいけないのかなと思って、そしたらね、ここに書いてもらうって話をしてたの、マジ、うん、まあでもそれ記念に残るし ね、 ね、洗えなくなるじゃん、クリーニング出せなくなっちゃうじゃん、そう、ね、いいでしょ、いいね、いい笑顔なのよ、私、いい笑顔だね、あ、そうそう、うん、さっきからね、ゆうゆうさんっていう名前で、うんうん、レミちゃんにも声かけ、いつもね、会場で会うとゆうゆうさんって僕たちに声かけてくれる、うんうん、中澤ゆうゆうさんっていう方なんですけどね、うんうん、この写真ちょっと見て、これ大きくなるかしら、ちょっと待ってくださいね、あらら、なんか不具合が起きてるよ、後ろでいっぱい生放送だからしょうがないよ、しょうがないね、うん、どんな感じ、出るかしら、じゃあゆうゆうさんの写真はちょっと待って、それで喋っていいな、ね、フリートークね、はい、そうそう、あのね、ゆうゆうさんって、うん、あのいつもさ、うん、直樹くんファンの方で、うんうん、直樹くんのこういうイベントがあるとね、うん、毎回毎回いろんなとこ行かれるの、うん、でそれで行くたびに、うん、なんかねその時撮った撮影で撮った写真をね、はいはい、生写真シェアしてくれるの、シェアしてくれるの、あの僕の、メッセンジャーにこう、うんうんうん、あ、今日はこんな写真撮れました、うんうん、直樹くんこんな写真が撮れました、うん、いなねえ直樹くんのこと好きでしょ、うん、って言って幸せのお裾分けっていや、それはもう見れたら幸せお裾分けですよね、お裾分け、そうなんだ、あ、もうその写真見せてあげたいのに、うん、ね、出てこないかな、ね、出てこないかな、もう3枚あるんだよね、ファンの方持ってらっしゃるかな、ちょっと不具合が生じちゃってるかな、まあでもまあまあまあ後で出たらまた出してもらう、あ、出ました、
ほら、これ一番最初246のね、このつなぎのやつ、これイベントかなんかのやつでしょ、うん、これ見てこれ、一番右、はいはい、これ何の衣装だと思う、キラキラジャケットね、これキラキラ、うん、これ何だと思う、あれこれこの間あれだよね、うん、あのアンコールの時も来てるね、毎回アンコールの時に来て出てくる、これジャンバーです、なるほどね、これちょっとレアじゃない、うん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 、ねえ、こんな写真ね、何に送ってくれる、送ってくれるの、毎回このイベント、優しいね、中澤ゆうゆうさん、いつもありがとうございます、ありがとうございます、いや僕たち本当にね、はい、会場でこうやって声かけていただいて、うん、いろんなことしていただくと本当にね、うん、僕たち本当嬉しいし、嬉しいです ね、皆さんと交流も大好きなので、皆さんも本当にね、あの僕とかミミちゃん見かけたら、うん、ぜひあの声をかけてください、はい、もう写真撮らせてとか、うん、いやーとかなんかね、うん、ただね、直樹くんがね、あのこの間もね、写真会の時にね、うん、あの私がこっそり行ったのね、うん、で私がサインを入っていったら、うん、なんかさっきとさっきの部とざわつきが違うと思ったら、ミミさん来てましたかって言われたからざわつくとね、あれって気づいちゃうから、あ、そう、こっそりで、こっそり、こっそりでお願いします、こっそりでお願いしますでも直樹くんもね、本当にそれ知ってらっしゃるんだよね、そう、あの僕たちと、僕とミミちゃんがいるとファンの方々と交流持ってわーっと盛り上がったり、うん、客席がわーって盛り上がるのを、うん、もう直樹くんの耳には入ってて、そう、ね、なんかすごく喜んでくれてるみたいなんだよね、私たちもね、うん、一緒に応援しましょう、応援しましょう、本当にとにかく、はい、で応援するべく直樹くんのね、はい、番組をちょっと今後のスケジュールというか、はいはい、今度の番組のやつを紹介しましょうよ、あ、そう、ね、時間も時間ですから、地上波の歌番組出られます、はい、ちょっとその画面出ますかね、出るかな、出ました、はい、昭和の名曲、はい、歌うランキングショーということで、じゃあもうこれあの詳細を言っちゃいますね、言っちゃいますね、はい、これワイプなしでお願いします、はい、はい、すいません、はい、はい、消してください、逆です、逆です、大丈夫かな、焦らないで、はい、はいはい、ではテレビ朝日ですね、今夜は大熱唱昭和の名曲歌うランキングショー2024年10月23日水曜日、19時から20時54分までです、はい、いやえ、ってことはもうしあさってってこと、うん、そうですね、もうそうです、いや3日後ですね、だから3日後、うん、しあさ、3日後ね、3日後しあさってって言うんだっけ、明日、明日、明後日、しあさって、3日後、はい、いや、直樹くんどんな歌歌うの、昭和歌謡ね、何歌うんだろうね、嬉しい、ま、僕ね、うん、こないだコンサートの時に、うん、八代亜紀さんの船歌、うん、かっこよかった、でもね、のハスキーボイスじゃない、同じような、うん、なんかすっごく良かったよね、良かった、ね、うん、あとさ、うん、なんだっけ、尾崎豊さんの、あー歌った、もうすっごいね、やっぱハスキーボイスの曲、あれさ、いいなと思ったら、なんかどうやらカバーアルバム出すらしいので、出すんだってね、ぜひそれも聴いてほしいですね、はい、いやー楽しみ楽しみ、はい、で他にもありますからね、直樹くん情報、あの実はね、はい、これ見た、みみちゃん、あの地上波の、私ね、まだ見れてないんでしょ、地上波で録画はしてるんですけど、あのあれ師匠、あの吉幾三さんと一緒に出た、はい、あの徹子の部屋見た、うん、だから今言ったじゃん、あ、そうか、そうか、どこか録画してたけど、録画したけどまだ見れてないの、実はね、うん、ゆみちゃん、僕見たのリアルタイム、うんうん、何が良かった、な、直樹くんはもちろんすごく性格もいいし、うん、あのいろんなこう話してね、やったんだけど、その時にさ、あの直樹くんがね、うん、あの師匠は僕の東京の父なんですと、うん、本当に優しい方でって言った時にね、うん、吉さんがね、目頭熱くすんのが、うん、僕テレビとか泣いた吉さんが目頭熱くすると、つられて泣いた、いや、つられて泣いちゃった、僕本当涙が出ちゃったの、うん、でもそしたらさ、うちの母にさ、うん、あなた何泣いてんのって言われて、うん、いや、ちょっともうってて、ティッシュで顔最近ね、私たちの年齢とともにね、はい、涙もろくなっちゃってね、また吉さんとのね、まあ、うん、少しね交流させていただいて、舞台出させて、だから吉さんが本当に本当にそういう相方じゃない、うん、あの心を熱く震わせる方で、目がだからそれ見たら本当泣けちゃって、うん、ね、すごかったなと思って、で同じ日に、うん、夜また Q 様にも出てますね、 Q 様でした、見た、私それも見れてない、見てない、ごめんね、僕ね、ちょっとここのとこ忙しくて申し訳ないです、ね、舞台の稽古もあるんで、そうなんですよ、僕はねリアルタイムで見ました、はい、なんと見てらっしゃる方、まあ、うん、見てらっしゃらない方いいかな、うん、見て、あれ最後決勝まで行ったんだよ、特番で3時間特番だよ、うん、でいっぱい出てるわけ、30人ぐらいになって、うん、なってる中で、うん、最後の3人に残ったの、うん、私まだ見てないのにネタバレしちゃうんだからいいじゃん、いい情報だからいいよ、でもね最後の問題この小説のフレーズは、うんうんうん、
どなたの原作の小説とフレーズでしょうってやつだった、うんうん、これね、そこまでネタバレしちゃうの？いいの、石原良純さんが答えたんだけど、うん、これ絶対ね、これ卑怯だな。卑怯だったの？だってね、役者やってる人は分かるもん、これ。あ、まあ、そっか。だってさ、電車特集だったから、うんうん、で新幹線の実は電車特集やってるわけじゃない、こうね、うんうん、日本で電車ネタで有名な小説家って言ったら誰？西村京太郎サスペンスしかないじゃない。あんな絶対、そんな石原良純さん有利だよ、そんな絶対に。すげえ熱く語ってるけど。そうだから直樹くんかわいそうだった、そんなどう見てもあれ。そのあーすいません思いつかない、直樹もずっとね、電車で誰か原作者誰か電車って思ったと思うんだよ、うんうん、でもやっぱ思いつかなかったの、ね、役者さんの方がまあ強いですよね、ドラマでしょっちゅうね、しょっちゅうやられてる、うん、あれもうちょっとかわいそうだったな、はい、僕はもう、うん、だからあの僕ちょっと急様にちょっとそこは何するの今度は、あの電車ネタあでもしょうがないかそれクレーム入れんの、クレーム入れられない、だって僕テレ朝のドラマも出たいしさ、うん、出たいしさ出来になっちゃう、出来になっちゃうからね。でもそんなことすごかった、だから最後第3位まで残ったのよ、はい、かなりネタバレ されましたけど、私は後日見ます。はい、見てください、はい、でもう一つ、はい、はい、なんと、はい、新歌舞伎座に、うん、真田直樹くん初登場でございます。来年ですよ。はい、じゃあこちらの方もですね、詳細からいきますかね、はい、ガンと出していただいて、はい、はい、じゃあ真田直樹くん2025、はい、新歌舞伎座コンサートでございます、うん、1月の24日来年ですね、24日15時開演の1回公演のみだ。そうだね、はい、S 席、はい、1階席2階席8000円、 A 席3階席が4500円となっております。最速先行予約が、新歌舞伎座ネットチケットで10月23日もうあさって、しあさってね、うん、3日後から、10月の30日23時59分までで、これは言わないいかな、あの新歌舞伎座のねホームページ ね、 ページですね、見ていただければ、はい、で一般発売は、まあ、電話です。そう、新歌舞伎座の方で30日以降ってことですね。30日以降でやってますので、はい、まあ、いい席をお求めの方はネットから10月23日、はい、ご購入ください。行きたいな、ね、行きたいな、行きたいな。あの新歌舞伎座さんってさ、うん、僕のイメージだと、うん、こういうコンサートやって、うん、すごく評判が良かったりすると、うん、座長公演を一番最初に青たがいするっていうイメージがあるじゃない。ちょっと来年開けとかなきゃ。私、ミミちゃん開けとく？開けとこうぜ。僕も開けとく。あと立ち回りもちょっと練習して、私もお姫様の練習しとこう、うんうんうん、それでね幸せっていうセリフをね完璧にしておくちょっと送りつけようか、新歌舞伎座のプロデューサーに、ね、ちょっとね、私たちのこのね、はい、こんなね熱い思いをね、熱い思いを送っておきましょう、はい、送っておきましょう、はい、そしてなんと、はい、来年は、はい、その新歌舞伎座に、新歌舞伎座に、まあ、まあ最初は明治座なんですけど、明治座ね、何言ってんの本当に、はい、興奮しすぎだよ。師匠の吉幾三さんの特別公演が来年2月3月ねあります、はい、2月が東京で3月が大阪、その新歌舞伎座ですね、はい、画面をちょっと出していただけますでしょうか、はい、じゃこれももう詳細からいきますよ。はい、はい、吉幾三特別公演ですね、まだちょっと星取りというか、あの昼なんか何回夜何回とかっていうのは、うんうん、何時からっていうのはちょっと詳細はまだ出ておりません、はい、2月の7日から2月24日まで、S 席1階席2階席が1万3000円 A 席3階席が、6500円となっております。これが明治座、東京公演、はい、こちらが明治座ですね、東京公演、はいはい、で、新歌舞伎座の方が3月の8日から3月の14日まで約1週間ぐらいですね。そうですね、1階席が1万3000円、2階席が6000円、3階席が3500円となっております。前回ですね、2022年の吉幾三特別公演では完売でチケットが取りづらくなっておりましたので、お早めにご予約ください。詳しくは劇場チケットセンターにお問い合わせください。はい、というわけなんですよ。私たち出れるのかしらね。出れるのかな、これ。私ね、一応ね、楽屋のね、うん、飯炊きババアとしては呼ばれてるんですよ。そうだよね、はい、だってヨシさん、ミミちゃんのご飯がないとあのミミちゃんのご飯以外食べないもんね。そうなんですよ。本当はあの、はい、あのヨシさんの お母様がね、はい、作りに来るといいんだけど、やっぱり女優さんじゃないから、ミミちゃんが ね、はい、あのお母さんの味をちゃんと作れるとミミちゃんしかいないから、ミミちゃんが毎回ってことは、ミミちゃん出られる可能性高いじゃん。わかんないですよ、飯炊きババアだけで出演でしてなかったら本当にびっくりですよ、ね、本当にさ、あれだもんね、うん、あの飯炊きババアってね、はい、あの言うもんね、ヨシさんね。本当にね、楽屋に来た人にうちの飯炊きババアですって紹介するんですよいやいや、出演してる娘ですとか紹介してみたいな
まあ、出れるように努力いたしますので、はい、よろしくお願いします。はい、皆さん楽しみにしてください。はい、またあのねそれが決まりましたら、うん、また細かい日程もね、はい、あのここでまたお知らせできたらと思います。はいはい、よろしくお願いいたします。そして、はい、だいぶ時間を押してきましたよ。あのね、ミミ、うん、ちゃん、そうですよ、私の舞台も紹介させてくださいよ。前回ねあのミミちゃんの出演舞台の紹介しましたけど、はい、うん、なんと今回、はい、あの出演者の方々から、そうなんですよ、まずね、動画いただいたんですよね。その前にちょっとこの、はい、私の舞台のちょっとあれをチラシをね、チラシを出していただいていいですか。どうぞ。これですね、はい、私はですねこちら母バージョンっていうのと父バージョンっていうのに分かれてまして、はいはい、私は父バージョンの方に出演しております。あ、ここ2つチームがあるわけ。そうなんです。だからこれで見ると、うん、全4回ですね、はい、父バージョンと母バージョン4回ずつになります。ほうほうほう、はい、なのでこれはねちょっとねあの皆さんあの動画の方をまず見ていただいて、はい、今回は私が出ている父バージョンの方の出演者の皆様に、はい、送っていただいた動画でございます。じゃあちょっと動画の見てみましょうか、はい、よろしくお願いします。いきますか、動画どうぞ。あ、違う動画出ちゃいましたね。これじゃなかったね。これじゃないですね。ネタバレしちゃいましたね。ちょっと、手を。いいのよ、いいのよ。いろいろあるのよ。あの、実はね、今ね、今年新人の方、お二人でやってるもんですからね。うん、今度ね。そうですよ。はい。大丈夫ですよ。大丈夫です。気にしない。私たち全然気にしない。はい、大丈夫。見つかりましたか？いつも時間を押すのはこっちですから、この人ですから大丈夫ですよ。僕は喋っていつも。はい、行きますか。じゃあ、動画、どうぞ。父バージョンの方なんですけども、こちらのみんな楽しそうに笑っているというお芝居でございます。こちら今絶賛稽古中でございます。柳井俊明です。そうですね、ここはこう家族のこう温かいお話なので、本当にこう気軽に見に来ていただける舞台でもありますし、こうグッとくるものをお客様に、届けられるんじゃないかなと。とで届きます。よろしくお願いします。はい、米山さとしです。若い子に刺激を受けながら、老体に夢中って頑張ってます、はい、いい作品にしますのでぜひ見に来てください。家族の中の妹役の今村智樹です。役の中とかで家族の役がいるっていう力になかなか出たことがなくて、でも役者の皆さんすごい温かいから本当に家族みたいな空間で稽古させてもらってます。本番すごい楽しみなので皆さんにも見ていただけたらと思います。加藤さとしです。よろしくお願いいたします。ね、シリアスな2人で、銃撃戦がすごい繰り広げられて一生懸命アクション頑張ってますので、そんな失敗だった、はい、よろしくお願いします。浜田翼です。よろしくお願いします。直前にボケをかもされて何もとりあえず楽しい舞台にしたいと思うのでよろしくお願いします。水木里奈と申します。笑って泣いていただけるように頑張るので見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そして私とこの並びが4人が家族でございます、はい、私の旦那様とそして可愛い息子と娘でございますイケメンが私から生まれたことが分かんないですよねはい、こちらのお話ですね、日付を言います。2024年10月の30日から11月の4日までですね、父バージョンと母バージョンがございます。こちら皆さんは父バージョンです。ぜひね、皆さん両方見に来ていただければ嬉しいです。そして何にはとらわれこの舞台をね演奏していただいてないの、撮っていただいてる我善道さんですから、よっ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 、はい、はい、ぜひじゃあ皆さんに見に来ていただきたく、こちらの詳細の方また別で載せますので、ぜひ皆さん劇場に足を運んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、なんか稽古でお忙しいとこ、本当に稽古場でって書いてましたけど、はい、実は稽古場兼もうあそこの場所でやるんですよ。あ、そうなの。カレー屋さんでカレーの話なんですそのカレーの話。あ、そうなんですよ。なんかアクション映画で立ち回りとかなんか一生懸命練習してるって言ってたけど、はい、あの高木聡さん、はい、加藤さんね、あ、加藤高木聡さん、まあ、ただあのないです。ないの、はい、ただ踊っております。私マジもう筋肉痛です。体マジ、はい、踊ってる私を見に来てください。見たいで父バージョンもちろん私出てますけど、うんうん、やっぱり両方見ていただきたいんですよ。
あ、キャストが変わるとね。母バージョンは母と、父バージョンは父と息子がメインなんですよ。はいはいはい、はい、うん。で、母バージョンの方は母と娘がメインなんで、またこのね、男女の感じがね、絶対違うので、私も向こうの稽古には参加してないから全然見れてないんですけど、見たいと思ってるんですけど、あ、ちょっと面白そうだね。はい、ぜひに見られる方はね、2回公演ある時でもいいですし、はいはい、1日ずつでもいいですし、うんうん、お近くの方、ぜひ2回見ていただきたいなと思います。ぜひぜひ見てください。はい、詳細はまたね、ネットでも見れますので、ワレウッドさんの、ワレウッド、ステージ4で検索していただければ分かるので見てください、はい、それからチケットはですね、はい、専用のページがありますので、キャスト専用で私扱いで買っていただけると嬉しいので、私のインスタグラムとかそちらの方から見ていただければ、はい、専用ページの URL 貼ってますのでよろしくお願いします。早口だったね。時間迫ってるからでしょ。そう、時間迫ってるから。もう直樹君の話しすぎちゃって、ごめんなさい。これもう5分前で出てるから、寝てちゃった今、うん、実は、はい、今、うん、ちょっと今ネタバレしましたけどね、うん、ちょっと今動画出ちゃって、そう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 、あの映画、うん、あれですよ、話題の映画、話題の映画、うん、サムライタイムスリーパー、今すごいことになってるんだよ。 CM もガンガンかかってますもん ね、今ね、拡大、でも最初ね、うん、新宿の小さな映画館1館から始まったんですけど、うん、今なんと309館日本全国、うん、公開するんです、はい、すごいことになってます。で、今ね、見てきたんですか、これ。見てきました、昨日。うん、ちょっとね、細かいことを説明するのあれなので、ちょっと動画ね、うん、特報動画ありますんで、うん、ちょっとそちらの方、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、どうぞ。幕末の侍がタイムスリップしたのは、あろうことか、時代劇の撮影所。よい、スタート。世直し侍、心配無用の助殿。助立ちいたす。あらお前は何をしてお前は。徳川幕府が滅んで140年。戻せ。何や、撮影所の役者さんかいな。何を取ってくようと言っておるのではない。おお、絵が動いておる。検診会に入らせてもらえんやのか。関本さんの。全てをなくした男が選んだ仕事は切られ役。インディーズ映画の限界を超え描かれる笑いと涙の七転抜刀、破産覚悟のチャンバラ活劇、タイムスリップ時代劇の決定版。サムライタイムスリッパー。あかん、行くよ。いや、これだけで面白いですね。面白そうでしょ。見たいと思っちゃいますね。もうね、昨日見に行ったの、うん、もうやられた。そう、最高。これで自主映画なのよ。へ、監督が2600万円、うん、貯めてたお金と、うん、あと自分がすごく愛車で大事にしてた初期型のホンダ NSX、うん、あれ多分ね、うん、中古市場に出たら売るとき1000万ぐらいで売れる車を売りに出して2600万円作った映画なんです。すごいな。すごいよ。でも見るとね、2600万円ではこの映画撮れない。なんでかっていうとね、時代劇でしょ、うん、床山さん、うん、衣装さんセット、うん、これ渦政、京都渦政撮影所のオープンセット使ってます、うん、エキストラバンバン歩きます、うん、ちょっと興奮しすぎ、興奮バンバン歩きます。立ち回り、うん、清家さんつけてます、京都の、はい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 、もうそれだけでもとんでもない1億円規模のお金が使わないとできないぐらいのすごいことを自主映画で撮ってます。すごいな。そしてこの映画、うん、トロント国際映画祭で金賞取りました。おお、すごい。そして今、うん、世界の映画祭から上映させてくださいっていう依頼殺到してます。いや、これは絶対売れますね。これすごいね。えもうね、立ち回りから何からね、もうすごいのよ。でこの主演のさ、山口真希也さんが出てきたでしょ、はいはい、うん、あの過去からタイムスリップしてきた侍、うんうん、本物の侍にしか見えない。へー。そして、うん、敵役になるんだ、敵役っていうか、うん、まあネタバレなきゃ言えないんだけど、うん、福野リマサさん、う
よかったこの2人の演技が、そうなんだ。周りを囲む役者さんも、うん、みんな大阪の役者さんとか大阪出身の役者さんで、うんうん、もうみんな知ってる人ばっかりも見ると、うんうん、もうみんなよくって、そっか、最高なのよ、ね、すごいな。監督の安田純一さんも、うん、あのカメラマンさんとしてもね優れてて、あの、まあ、映画監督、うんうん、もう全てがやられました。そっか、はい、ぜひぜひ、ね、まあ、全国でやってますんで、はい、ぜひぜひ劇場の方にね足を運びください。よろしくお願いします。はい、お時間となってしまいましたので、ね、次回の放送のあれを出してください。はい、はい、次回の放送日は、はい、来月11月17日日曜日、そして毎週じゃない、毎月第3日曜日の夕方5時から5時50分です。はい、また来月も ね、なんかすごい駆け足で直樹くんの話に熱くなりすぎちゃって、盛り上がりすぎちゃって後半駆け足になっちゃいましたけど、時間オーバーしました。すいません、調子乗っちゃいましたね。調子乗っちゃいましたね、はい、いつものことですけどね。いつものことですけどね、はい、はい、まあそんな感じで、はい、来月も、はい、またね、直樹くん情報満載でいきますんで、はい、頑張りましょう。はい、また来月お会いしましょう。お楽しみに。バイバイ。